があって、カナダに皆さんから来ていただきました。我々のできることをやらせていただきますので、どうぞ快適はないんですけども、少しでもですね、皆さんが安心して日々お過ごしできるように我々も努力してまいりますので、どうぞご協力のよろしくお願い申し上げたいと思います。できるだけ私たちは支援ということで、皆さんが自炊をできる形を取りたいと思うんですね、で皆さんが食べたいものを自分で作るための支援をしていきたいと思うんです。で今鹿沼もちょっと食材とかがすごく不足してるんで、できるだけ調達のできるもので幅広いメニューを作れるようにちょっと今工夫してます。そうですね、避難の方がね、積極的に料理作っていただいて、私たちが作るとても美味しいのが出来上がりまして、とても皆さんね、美味しい美味しいって言ってお昼大成功でした。そうですね、仲良くやってるのがいいと思います。そうですね、皆さん被災者の方が一生懸命やってくれて、皆さんお元気なんで、大変なんでしょうけども頑張ってやってくれてるから、これだったらみんな早く立ち直るんじゃないかなって思ってますけどね。私は被災者ですけど、もう十分してもらってますので、とってもありがたいです。食べさせていただいて、こんな皆さん親切で、これより何も言うことがないです。ありがたく思ってます。それで、大丈夫です。私は浜通りです、原町の方です。うちも潰されたし、津波も会いましたけど、でも皆さんにこうやって元気つけていただきましたので、頑張って生き抜いていきますので大丈夫です。南相馬市です。いや本当になんか無我夢中で、あっという間に1週間なので、あちこち点々としながら、遠くへ遠くへと思って、ここまでこんな遠くまで来てしまいました。本当に受け入れていただいてありがとうございます。どうも、佐藤でございます。飯舘村規制委員会局長の広瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いっぱいやらかしていただきますので、お世話になります。よろしくどうもお願いいたします。どうもお疲れ様でした。今日は大変ふるさとのこともご心配だと思いますけども、精一杯もてなしさせていただきますんで、遠慮なくお申し付けをいただきたいと思います。皆さんのご協力も合わせてよろしくお願いいたします。地元の田沼市長でございます。遠いとこ大変お疲れ様でございます。気をつけてください。階段になります。からですね、遠いところ本当にお疲れ様でございました。飯舘村村ふるさとのことも皆さんそれぞれ、非常に気にかかることが多いだろうというふうに思っております。原発の問題本当に国民が注視をいたしております。一日も早くですね、沈静化するものと私たちも祈るような気持ちで見守っているわけでありますけども、こうして皆さんに縁があって鹿沼市の方においでをいただきました。体育館ということでご家庭におられるようなふうにはいかないというふうに思いますけども、どうぞゆっくりと足を伸ばしていただいて、おくつろぎをいただければ幸いだというふうに思っております。手話は使うことは可能ですが、これだけの人数で限られた数ですので、秩序を守って。大きな懸念材料は原発の放射能です。20キロから30キロ、いわゆる自爆待避
区域に入って一部入っておりまして、村民の不安も非常に日々増してきたということで、村としても、6200人の村民を抱えている村でありますけれども、苦渋の選択をせざるを得なかったということで、今日飯舘村を希望する村民314名スタッフ3名でありますけれども314名鹿沼市の方にお世話になることになりました。鹿沼市の市長さんをはじめ、市民の皆さんも大変本当に心温まる歓迎をいただいて、涙の出てくる思いであります。これからしばらくお世話になるかと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。市民の皆さんもこの間ですね、何か手伝えることはないのかという大勢の皆さんからお声をいただいておりました。なかなか現地の情報がうまくこう伝わってこなかったということで、どんな支援のやり方があるのかなというふうに考えておったわけでありますけれども、今回縁があって、飯舘村から大勢の皆さんをですね、避難先ということでお引き受けすることになりました。もちろんの初めての経験でありますから、行き届かない点、不十分な点、ただこれからも出てくるというふうに思っておりますけども、そういったことを後にしてですね、非常にこう心配をされながら心を痛めながらご当地に、来ていただいたわけでありますから、我々も精一杯ですね、おもてなしができるようにこれから努力をしていきたいというふうに思っております。